はい、ゆうじです。まあ、僕ちょっともうオープニングマッチ恒例に なってきたなと思うんですけど、オープニングマッチであの第1試合目から会場、まあ、入場からねしっかり沸かして、後に続くすごい選手の皆さんに、いいパスができるようにしっかり会場を温めたいと思ってます。そして、まあ、相手、元ホストって聞いたんですけど、あの、まあ、今回元ホスト同士の対決ってことで、まあ、ちょっと王子様対決っていう感じでできたらなと思ってるんで、まあ、全てにおいて僕がかっこよくて強いっていうところを、証明できたらいいと思ってるんで、今回も頑張っていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。まず今日のファッションのポイントからお伺いできますか。ちょっと立っていただいてよろしいですか。はい、ちょっと恥ずかしいですけど、まあ、僕あの毎回会見の時はオーダーのイタリアの生地使ったオーダーのスーツを着てきてるんですけど、まあ、今日もあの神聖な場所ってことで、スーツで決めさせてもらったんですけど、まあ、ちょっとシャツは暑いんで下はタンクトップで、何の発表なんだろうこれはっていう感じで、あのかっこよく、僕には僕の見せ方があると思ってるんで、まあ、あの今回の試合も入場からこだわりますし、あの会場入りからかっこいいスーツで登場して、あのスターな部分っていうのを見せて、僕にはね今実力が全然追いついてきてないと思うんで、今実力を、まあ、去年の年末悔しい思いしてから、かなり練習頑張ってきたんで、実力がどんどんついて強くなって、さらにかっこいい姿っていうのを見せて、本当に第1試合目から会場をしっかり沸かして、この間のザ・マッチよりも盛り上がってんじゃねえのって言ってくれる人がねあのいたら嬉しいなと思ってるんで、しっかりそこに向けて、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。